ネリー・プンピードは、アルゼンチン・サンタフェ州出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。アルゼンチン代表であった。ポジションはゴールキーパー。1976年、地元サンタフェ州の CA ユニオンでデビューを果たす。その後、CA、ベレス・サルスフィールドで2年間プレーした後、他のクラブへと移ったアルゼンチン代表 GK の奪われど。 フィジョールの穴を埋めるべく CAA リーベルプレートが獲得。1988年には活躍の場をヨーロッパへと移し、レアルベティスへと移籍した。そして、1991年に自身がキャリアをスタートさせたウニオンにて、現役を引退した。アルゼンチン代表としては、合計38試合に出場し、ワールドカップにも3度出場している。 初のワールドカップとなる 1982FIFA フフワールドカップでは主にウバルドフィジョールの控えだったが、政治意見として臨んだ 1986FIFA フフワールドカップでは優勝を果たした。1990FIFA フフワールドカップでも政治意見として出場したが、開幕戦のカメルーン戦では自身のキャッチミスで失点を喫し,し、第2戦のソ連戦では試合途中で 味方選手と接触した結果すねの骨が完全に折れ曲がるほどの重傷を負い合計2試合の出場に止まった。ありがとうございます。